日光記念病院リハビリテーションセンター理学療法士の大和です。新型コロナウイルス感染症の流行が続き、外出を控えたことで生活不活発による体の衰えが危惧されます。そこで今回はお家でできる簡単な運動をご紹介したいと思います。テレビを見ながら、ゲームをしながら、お仕事しながら実践してみてください。まずは運動不足で縮こまった筋肉を伸ばしていきましょう。今回は大臀筋という体で最も大きな筋肉を伸ばしていきます。仕事で座ることが多い方や姿勢の改善にも効果があります。まずは椅子に腰をかけます。この時はだらんと座らないで、軽く胸を張って骨盤を起こすようにして座ります。それではストレッチの方法ですが、右足を左膝の上に乗せます。乗せる時は足を開いた状態で行います。そのままゆっくりお辞儀をしていきます。この時に体を曲げるのではなく、胸を張りながら股関節からゆっくり曲げていきます。この状態を呼吸を止めないようにして20秒程度キープします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、ゆっくり戻ります。次に左側も同様に行いましょう。このストレッチは両足20秒1セットとして3回くらいが目安です。1日のうちで朝昼晩と分けていただいても構いません。ただし関節に違和感があったり痛みを感じた方はすぐに中止してください。気持ちいいぐらいの負荷がちょうどいいと思うので、無理せず少しずつ伸ばしていってください。筋肉を動かさないと少しずつ硬くなってしまいます。可能な範囲で継続しましょう。